どうも鈴です。今日はですね、宮城県の、とある川に来ております。ちょっとね、私がもともとね釣り好きだったっていうのをちょっと証明しないといけないということで、今回準備したのはこちら。テレテリン、気合ってるでしょ。水槽、そして今日はねフナをちょっと釣ろうかなと思いまして、餌釣りですね。そして、ちょっとね吸い込み、この間作ったやつね、これをもう試しちゃおうかと思いまして持ってきました。おチャリンコ、すいません、やばいやばい、道の邪魔してる。あ、すいません、どうぞどうぞ。あ、すいません。はい、ということで、せっかくですからね、今日はこれを仕掛けていきたいと思います。3つっすね、ちっちゃいのと。僕のね、うちからね5分ぐらいでもう川なんですよ、実は。なのでこれを仕掛けてる間餌釣りをして釣果を測りますね。ほら完璧でしょ。でもこれやったことないからさ、どうなんだかね、ちょっと頑張ります。とりあえずこんな感じで結びました。ロープ30分ぐらいですかね。とりあえず様子見たいなと。で今回入れるのはこちら、ででん、グルテン1。この香りとかすごいんですよ。ちょっとね使ったんですけど、まあ固くなっちゃってますね、まあ、この粉をですね、魔法の粉ですよ、これを入れます。本当は多分ね水でちょっと溶いて団子にした方がいいのかなっても思ってんですけど、まあとりあえずね散らばった方がいいかなみたいな感じなので、ちょっと今回は贅沢にこんな感じですかね。下の方は穴開けてないので抜けないと思います。まあ様子見ですからね。よし、じゃあ早速いそうだね、これ見て、まあ、とりあえず東北の人はみんなあんま釣りしないのかな。よいしょ、この影の方、ピッ、あ、石入れるの忘れた。あ、沈んでます、沈んでます、見える。あ、逆転しちゃったよ。あれ石入れないとダメだね。まあとりあえずこの木のところにねかけときましょう。そうだ、言うの忘れてましたけど、とりあえずさっきのだと沈まないので、石ね川には落ちてますからね、たくさん、これこういうのこういっぱいこうね、とりあえずカモフラです、カモフラ、石を、お、あの石いいね、もうこんだけ入れたらもう十分ですよ。さあそれでは次は、お魚キラー痛いの中ぐらい、こいつを投げたいと思います。ちょっとねさっきは流れ強いところにでかいのやったんですけど、すごいよ、いい感じ。何これ、あ、これはいいね、なんかお魚捕まるといいな。お魚キラー、それで、デレレン、いい感じじゃない、こんな感じ、どっかに結んでおきましょうね。ちょっと長すぎた。できてるかな。さあそれでは時間が経ちましたので
上げてみたいと思います。大きい方よりまずちっちゃいのかな。吸い込み取れてればいいな。吸い込みの時なんか目印もっとあった方がいいな。あ、まあほとんど人入ってないですから、もう足場でわかりますけどね。さて、ありました。よいしょ、入ってそうかな。